こんにちは。アジアハーバルティー、なんてアジアハーバルティー協会代表の富田明日香と申します。明日香です。はい、明日香です。あのお茶の専門家ということでアジア周辺で取れるお茶の材料を使ってエイジングなども網羅できるようなハーブのお茶のことを、まあ、アジアハーバルティー、そんな意味で名付けております、はい。ちょっと難しい話になったらね、まあ、ホームページ見てください、はい、ホームページ下にね、はいはい、ホームページを見てね、まずは見て。カウンセリングとかあるんですね。そうです。今日お茶できる、お茶はですね、後日なんです。後日配送させていただいて、うん、配送料無料なんで、はい、無料だって。今日はカウンセリングして、はい、次回もう一回来た時に僕に合ったお茶、そうです、出来上がってるんですね。出来上がってます。僕試飲しますから、果たして美味しいかどうかも含めてね。そうです、世界に一つしかないんです僕にね。そうです。ただ単にお茶を作ってるわけではなくてですね、私中国医学の理論を学びまして、はい、心理師の資格もあるので、はい、そういったものを網羅してその人の体がどうなってるかをまず分析するんですね、はい、過剰なものはカットして、足りないものは補う、補っちゃう、組み立てでお茶を作ってる。簡単に話すと、よく漢方ってあるじゃないですか。漢方って生きた薬って書いて生薬っていう。創薬って日本の薬機法で医薬品ですよっていうのと食品ですよっていうのに2種類分けられてるんです。医薬品はもちろん医師か薬剤師さんしか扱えないんです。創薬の中でも食品ですよって指定されてるものは誰が扱ってもいいんですね。で、私は創薬の中の薬機法でこれは食品ですよって指定されてるものだけを組み合わせてお茶をブレンドしてるっていう感じ。代表的なものとかこれ見たことありますか？みかんの香り。これみかんの味する？味で香りがみかんの香り。かっついみかん。そういうものを大体7種類とか8種類ぐらいブレンドを組み立てるのが中国医学の理論を使っていて、3つのポイントで私はその方の体を見るんですけれども、ちょっとね難しい話になるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとさらっと、もうさらっとね、さらっと言います。陰陽学説っていうのがあって、これ見たことありますか？ある、はい、これ陰陽のマークです。この人は陽の性質の方が強く出てるなとか陰の性質の方が強く出てるなっていうのをまず見るのが1点目。2つ目は五行学説っていうのがあるんですよ。世の中全てのものを5つの有機体に分けますよっていう考え方。3つ目は気・血・水と呼ぶ。気・血・水と呼ぶ。これは人間を構成している3つの最小物質みたいなイメージなんですけど、はい、中国医学では気っていうのは気のつく言葉思い浮かぶのありますか？空気、大気、元気、やる気、本気、気配、雰囲気、いろいろあるある、あの気です。簡単に言うと元気の気だと思ってください。これ血なんですけど、中国医学では血っていう、西洋医学でいう内分泌系とかホルモンとかも中国医学では全てここに入るんですね。あとメンタルも関わっている。メンタルは気じゃねえんだ。気じゃないですよ、こっちなんです。血、はい。最後水、水っていうのは体の中のきれいな水のことで、はい、胃液、唾液、涙、汗、体に必要な水分を水と言います。そういう3つの要素があって、まっちゃんだとまっちゃんの気っていうのはじゃあ足りてるの、足りてないの、巡ってるのって見ますし、この血はどうなってんのとか水はどうなってんのっていうのを見るのが3点。中国医学の健康の定義、バランスがいいこと、それを独特の用語で中庸、中庸っていうのはバランスがいいことなんですね。私もその人のお悩みを解決するのにその人を中庸の状態にすることをやるわけです。お茶とか心理的なカウンセリングだったりとか、心と体はつながっているので体だけの問題じゃなくて気持ちの問題もあったりするんです。お茶では体を中庸にするお茶を作りますけれども、はい、自分で自分の体を作っているので、自分で作ってるってことに気がついてもらうために、うん、カウンセリングで気持ち的な部分っていうのも客観的に見てもらう作業を必要な人にはしたいとしています。壮大な話ね。はい、みんな聞いた？やっとね、これからねカウンセリング行きますって、はい、一応シートがあるのでご記入いただいて、それを見て私が質問していきます、うん、OK、 じゃあ僕今から書けばいいね、はい、そうです。よっしゃ、 OK、 分かった。はい、書き終わりまして、これからカウンセリング始まります、はい、はい、今一番の悩みなんですか？これ健康診断だ、うんうん、したら
糖の尿が出ておりまして、糖尿病ってことですか。そう、あ、そうなんですよ、ね、なんとか習うかなと思って、はいはいはい、いつから尿に糖が出てる。5年、6年ぐらい前です。悪くなったり良くなったりはしてる。そんな普通に悪いです。普通に悪い。悪いよ。お通じは2日に1回ぐらい。2日に1回、あ、便秘なんですよ。出てくるのはこう硬いとかするんではないんですね。調子がいい時は硬いんですよ。寒い時とかだったら痛いものいつみたいなのが。あとはお食事、え、1日1回なんですか。そうなんです。いつ食べてる。夜。何時頃。何時ですか。何食べてる。基本的に食べたいものを食べる。麺好き。麺好き、大好き。炭酸化物とともに生きてるよ。甘いものとか食べる。食べる。チョコパイスね、ポテチがね。夜9時から10時ぐらいに一食だけご飯食べて、お菓子をその後食べる、うん、かなり栄養不足だと思う。タンパク質とか全然足りてないのかしらですね。全然出てないですね。体大丈夫ですか。これと全然大丈夫ですよ。必ず6時に1回目が覚めちゃうんですよ。目が覚めると 2,3 時間ずつ1回目が覚めちゃうから連続して寝れないのよ。結果その時にちょっと食べちゃう。これで大体聞いたので、うん、まっちゃんのスペシャルエイジアハーバルティーを作ります。作ります。どれぐらい。そうですね、1週間から10日1週間から10日かかります、はい、もう1回切ってお茶もらうと、はい、このお茶はこういうことだみたいな説明も次回来た時に、はい、そうです、説明して、はい、結果発表ですよ。まっちゃんの中身、インナーを丸裸にしちゃいますからね。いいんですか、これ出しちゃって丸裸。いいじゃん。いいんですか、大丈夫ですか。なんか危ないなと思ったらもう、うん、あーちゃんの方で制御したよ。あー、分かった。今日も一旦終わりかな。終わりです、ね、終わりだね、はい、はい、約ね、1時間、2時間2時間ぐらいのね、平均2時間かかります、はい、ですね、はい、の、まあ、説明とカウンセリングですね、をちょっと今日してもらいました、はい、また次回来ます。結果発表。